はい、ということで本日は地獄からのお手紙野外編ってことで、日も落ちた大きい川沿いのさらに橋を渡ると墓がありみたいな、獣たちがわんさか鳴いているこちらの場所からやっていきたいと思います。はい、はい、ではたくさんの、お便りですね、ありがとうございます。その中でなんですが、今回は、まほめさんのはい、お友達がどうやら送ってくださったということ で、ね、はい、僕の北海道に住んでいるお友達、最近は行きたいんですけど、もともと心霊スポットとかに行かれるタイプでして、僕も一緒に行ったりしたことあるんですけど、そういえばなんか写真持ってないのって聞いたら、送られてきた写真があるんで、今日はそれをね元にやっていきたいと思いますんで、お付き合いください。はい、はい、します。こちらのお写真は、北海道の、はい、帯広ですかね。あそこ、うん、ギリ帯広かな、うん、うん、の、言わない選挙。そうですね、まあ渓谷みたいな、うんうん、昼間とかこういう秋の時に行くと、なんかこうもみじとか、あの景色がすごい良かったりして、吊り橋がバーってあって、うんうんうん、まあ綺麗っちゃ綺麗なんですけど、まあ、夕方以降行くとちょっとヤバめな空気感のところで、なんかどうやらそこに行ったらしく、まあ、その帰りにこう写真を撮ったら、上半身が全部消えちゃいましたっていう帰った写真をいただいたんで、こちらなんですけど、はい、こちらでございますね。はい、はい、まあ、ちょっと分かりづらいところもあるんですけど、うんうんうん、こうなんか確かにもう少し上映っててもいいかなって思うところもあるし、まあ何とも言えないっちゃ言えないんですけど、まあでも言わない選挙の帰りだったら全然あり得ると思って、一応ね使わせてもらったんですけど、僕もここ言わない選挙夜行ったことあって、実は夜行かれたんですか。あの入ってはないんだけど、手前ぐらいまで行って、ちょっとヤバすぎるから帰ってほしいって言って、夜っていうか夕方、ほんとこれぐらいの時間、5時とか4時とかにもう日も落ちるかなって時に行って、それでもヤバくて、でこの子運転してたんですけど、あともう2人いたかな。で僕はその子の後ろの席に乗ってて、一番後ろの席、運転席の一番後ろに俺が乗ってて、俺がもうずーっとなんか黙ってて、窓の方を見ないようにしてたんですけど、自分のね、まあ理由があるんですけどで他の3人はギャーギャー歌ってたりとかして、でこの運転してるこの写真送ってくれた子だけ結構霊感があって、うんうん、でなんかもう静かだなとか言って、なんかもうそれでもずっと黙ってたから、もうなんでそんな静かなんだろうと思って、なんかずっと左側向いてんじゃんみたいな、何こいつと思ってパッて俺が見合いにしてる窓を見たら、あの髪の長い黒い女の人がくって窓にひっついてて、それをなんか見えたらしくて、うわーって感じでて、で俺はもう気づいてたけど、多分その認識してることをおっしゃるのがめんどくさいから黙ってて、ああと思って、なんかその気づかれちゃったと思って、ああめんどくさいと思って、なんかその時まだ今の仕事してなくて、してたかな忘れちゃったけど、その時はもう一番そのなんか帰りに見つけたコンビニで、あの博多の塩みたいなの買って、あのめっちゃぶっかけて塩で、車には水撒いてみたいな、窓にだけシュッパーンとかやって、そこからもう水でバーって流して、なんかブツブツ言って、まあ一応ついてこないようにして帰ってきたんですけど、あそこってすごいそういうなんか飛び降り自殺とかが多かったり、まあ、気が狂っちゃう人がいて、あとなんか子供の霊とかもいっぱいいるのね。子供ですか。吊り橋を渡った先になぜか遊具があるのよ、薄気味悪い感じで、そこになんか全部バーって集まってきて、夜とか行くと、だ僕ほんまに霊感がない人が行っても結構怖かったりとか、ちょっとそういうの感じる人が行くと、もうめちゃくちゃ車ガシガシにいろいろやられたりとか、窓についてきちゃったりとか余裕であるんで、すごい、まあ、自分の体験もあったんで、ちょっと今回使わせてもらったんですけど、なかなかねえぐいのいっぱいいますよあそこ。へえ。昼間でもなんか薄気味悪いし、ちょっと寒いみたいな感じる人結構多いと思いますあそこは。へえ。そういった場所に高いに撮った写真だったら、まあそれは上半身ちょっと分かりづらいけど消えてるって言われたら、まあ全然違和感はないなみたいな。あそこの帰りはマジでえぐい本当に。
なんか持ってきちゃったりだとか、あ全然あるようなことが起きちゃったりっていうのはありえる。選挙はそうですね、結構あそこ死んでる人いっぱいいると思いますよ。僕の体験もあったんで今回使わせてもらいましたけど、結構僕はあそこで怖い思いしてるんで。でもそういうところにはあんま行かない方がいいんですよねきっとね。でも人間って不思議なもので行っちゃうんですよね、怖いもの見たさとかスリルを味わいに。でも北海道ってこのクラスザラにあって、これ多分関東にあったら、まあ、ちょっと有名な心霊スポットだと思うんですけど、北海道の中で言えば全然有名とかではないと思う。まあ知ってる人は知ってるぐらいの感じで、帯広市内だけでもなんか無数にあるんで。そうなんだ、北海道はやっぱちょっと土地狂ってるなって思う、そういう部分で。修羅の国じゃないですか、すごいな北海道。だからみんなあの心霊スポットとか行くときは北海道とかはちょっと本当に気をつけて行ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますんで、北海道の夜のね出歩く方はくれぐれもそういう場所に気をつけて行ってきてくださいってことで、今回はちょっとお友達の写真を借りてきましたね。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ浄化ね。あそうですね、まあ特に不調は今ああ本人はね、何かあればすぐ俺に連絡してくるから。僕の石もしてますし、大体石も石ボロボロになってるんですけど、あのはい、皆さんに害がないようにね、あの前まで2本に分けてたんですけど、めんどくさいんでこの場で終わらせておきますね。じゃあ怖いっていう人はちょっと目つぶっていてください。いきます。ストレスは同じになり終わり。はい、おしまい。ということでね、はぁ、疲れたね。ありがとうございます。疲れたって人はちょっとお目に水飲んどいてさっさと寝てください。今日はちょっと僕も体験も含めたあの言わない選挙の話をしてみました。ありがとうございます。はい、なんかそういうお写真をお持ちの方とか、あの Google の地獄のフォームがあるんで概要欄の方から送ってください。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございました。終わり。